住友商事株式会社は、住友グループの大手総合商社。戦前の住友には独立した商事部門がなく、住友商事は戦後発足した商事会社であることから遅れてきた商社と呼ばれていた時代があった。これは、住友第三大総理事、鈴木正也によって1921年に言い渡された商社設立禁止宣言のためで、これ以降、住友では、 勝社の解説は禁句となった。しかし、第二次世界大戦の敗戦で、住友本社の解体が決定的となり、住友本社職員及び、日本各地、外地からの引き上げ者のために職場を開設することが緊急課題となり、差し当たって、大資本を必要とせず、大量雇用も可能な障子会社の設立案が浮上した。しかし、戦後の経済情勢で、 独立の商社設立が困難なため、不動産、建設会社で、資産内容が良好な住友土地公務に、商事部門を併設することになった。この商事部門の統括責任者として、当時春夜が就任し、社名を、日本建設産業と改め1945年に、商事活動をスタートした。ただ、戦前商事会社がなかった住友には、 生児に熟達した人材がおらず、さらに住友の金を破って設立された生児会社であることから、住友グループ内からも異端児扱いされ厳しい船出となった。このような状況下で、当時社長時代の積極拡大路線によって1957年には年間売上高でベスト10入りを果たし、第4代社長上村光夫時代にはビッグ 3& ベスト1を 全社ビジョン都市、1983年に利益第一位となった。住友商事は長年にわたって大阪に本社を構えていたが、1970年11月に大阪、東京の日本社制に再編し、その後2001年の組織再編により本社は東京のみとなった。住友グループの企業の特徴として、住友財閥が大阪を拠点にしていたことから大阪、 東京の日本社製の特徴がある公式ホームページ主要グループ会社を参照ありがとうございます。